やるのを決めたら迷うな。最近ね、テレビのドキュメント見てね、感動したんでお伝えしたいなと思います。タイトルはね、はたじいちゃん84歳だったと思うんだけどね、上野俊夫さんっていうことなんだけど、25年前にね、警備会社にね勤め出して、今でも現役なんだけどね。でね、最初はね、なんで働くんですかって聞かれたらね、お金もらうためだって言うんだよね。ん？普通だよねと思って見てたんだけどね、ちょっと違うんだよね。何が違うかってね、プロなんだよね、プロ。一つはね、感動したのはね、大きなね、幹線道路ね、工事やってるんだけどね、そうするとね、旗のね、振り方、所作がね、もうね、まず綺麗なの、こうやって。こうやってね、綺麗。それ以上にね、旗のね、振る高さをね、変えてるんだよ。なんでかっていうとね、乗用車に合わせて振っているとね、トラックとかバスとかね、見づらいでしょ。だからなるべく早くここで工事してるから気をつけてくださいねっていうためにね、この車のね、車高に合わせてね、旗の振る高さをね、変えてるんだよ。もう一つはね、片道一車線をね、止めてね、工事してるんだけどね。そうするとね、青信号がね、次に変わるまでの間に、基本的には何台車が通過できるのかということをね、下調べしてるんだよ。そしてね、しかもね、トラックだったりバスだったり大きい車の場合と、普通のね乗用車の場合とをね、何台通れるかってことをね、事前に分かってるからね。逆の方にいるね警備員もね、無線でこの乗用車のね、あとトラック一台通ったらもうね厳しいから、そこで止めてねとかね、誘導してるんだよね、警備員さんもね。そうするとね、スムーズにね、片道だけどね、車がね積んでいって渋滞しないみたいな。最初に言われた、お金をもらうために働いてるんだっていう目的だけどね、1日日当いくら決まってるからね、適当にやっていてもね、そんな考えて工夫して本気でやっても一緒なんだよね。そこに感動した。仕事ってね、結果的には自分自身の持っているものをね、出し切って、お金だけじゃなくてね、最終的には周りにどれだけ良い影響を与えて感謝してもらえる可能性のある方向にね、進んでいかないとね、何にも始まらない人生はと思った。84歳、あっぱれ。俺は頼もったんだよね。だからお伝えしたかった。やるなら決めろ、決めたら。